今回は改造に関する追加の情報です。当チャンネルでは検証の末、多頭の25分やダウン9回については可能性があるとしてきました。加えてスチーム版のみ内部的な情報が公開されてしまっている可能性もあると判断しています。そしてこの度カプコンからの正式な回答が発表され、クエストの改ざん行為を確認したとのことです。具体的な情報は別途お知らせするとして、現状どのクエストが改造かは不明です。その中で不正と思われるクエストは直ちに削除していただくようお願いしますと記載があります。これだとどれが該当しているのかわからないと思いますので、過去の検証結果の表を紹介しております。制限時間に関しては表の埋まっていない部分は一切確認ができていないもので削除した方が安全です。ダウン回数に関しては単体クエストの場合1から5と9回は確認ができています。ただし9回に関してはエクストラ1と2のモンスターのみが該当しています。そして多頭の場合は1から5回ダウンまでが確認できています。ただし5回ダウンに関してはエクストラ3と4のみ確認ができており、それ以上のエクストラで存在するかは不明です。もし情報をお持ちの方がいましたらコメントをお願いします。上記に該当しないものは削除の対応をお願いします。以上が改造に関する追加の情報でした。